街には集客するために割引クーポンのフリーペーパーやプロモーションがたくさんあります割引クーポンも集客するには確かに大きなインパクトがあると思いますが例えばお昼ご飯をクーポンで何回使えるというようなやり方は普段から来ている人たちはもうその割引のために来る人たちのためにその席を 譲らななければなりませんその人たちはお昼今まで来てくれてまた夜もそこで予約をしたりして来てくれたお客様がよそにみんな流通しちゃうわけですね確かに集客はできるかもしれませんがその割引クーポンで来るお客様はその店がまた気に入ってまた来てる人もいるかもしれませんがなかなかそれに結びつかないのが今の現状だと思います。 売上というものがあってそれの材料費固定費家賃だとかいろんなものがありますね利益はその中のほんの少ない部分ですその利益売上の中からその利益を創出する失うということは非常に経営を圧迫するわけですね私たちはそのような割引クーポンでお客様を集めてやるお店もいいでしょうでも私たちは おまけナビといって例えば前日までに予約を4人でしていただいたらこのメニューから1品ずつプレゼントができますとか例えば夜8時から来ていただければメニューの中でサさばだとかいろんなものがなくなっているわけですね8時からですからメニューが少し少なめになっておりますぜひウェルカムドリンクを 用意してありますので、えー、この中からお選びくださいとか、えー、そのお店お店のおまけをお,お店の前におまけナビというシールを貼っていただいてそこから QR コードで出していただければ、えー、その週のまた毎日のまた毎月のおまけの情報が出てくる <laughs> 当然そこには、えー、お店の 雰囲気のの写写真真だだととかかスタッフだとか料理の写真が出てくるわけですねメニューもメインのメニューだけではなくて全てのメニューがペラペラペラと電子ブックのようなもので見られて飲み物までついてたらどんなことになるでしょうかとこのような割引クーポンはお店の経営を圧迫するという事実から 私たちはお,おまけナビアドバイザーというものを育成して、えー、商店街の活性化の一つのエネルギーにしていただきたいと考えております。